眠れないあなたのための安眠トーク。今回も安眠研究家の堀田先生をお招きして、皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。いやー、今日はね、この太陽、そして、この波、ね。今日もこうやって車掌なの海からね、お届けをしよう、することになってね。先生。湘南ですか。私湘南っちゃ湘南か。うん、そうだね。そうですか、ね。そうね。この、うん、緑区。旭区。全然湘南じゃないじゃないですか、先生。今日はあれですか。そのサングラス。そうです。今日は関谷さんのスタジオも、うん、私の家のもう使えないので、ちょっと。ね、外で、そうですね。車の中で収録。いやサングラスをかけさせていただきました。まだ暑いですな。はい。サングラスは僕を言えば、あれ、本当にね、今日はね、サングラス必要かなと思ってね、サングラスつけようと思ったんだけど、いやー、山崎さんになんかこう、なんかカッコつけてとかって思われたら嫌だなと、口では言わないよ。口では言わないけど、ないし、やっちゃってるよ。っていうか、サングラスかけちゃってるよ。同じでしょ？サングラスかけると。そうなんですけど、いつも私の家とか、杉谷さんのスタジオ行くとき、サングラス割とかけてること多いじゃないですか。え、そうかな？車で来られるからだと思うんですけど。はい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 。今日しないんだと。こんな、いつも夜なのにしてんのに。うん。今日いや、考えました。だって僕玄関履いて、靴履いてるときサングラスかけてました。普通に。サングラスかけて、そう出てきて、で、鍵閉めて、はいはいはい、これでエレベーターのボタンを押した時に、あっつって家戻ってサングラスを気に入ったもん。それぐらいサングラス、サングラス置いてた方がいいなと思って。かなり神経質になられてますね。いや、本当ですよ。おかげさまで。僕の人生、台無し。もう。せっかく何本もサングラス。ああ、これやったらこう思われるかな。ああ、これ履いたらこういう風に言われるかな。ずーっとちっちゃい時からもうそれ、おかげさまで、早40周年記念ですよ。ああ、そうか。まあ鍛えられましたけどね。いや、先日ですね。はい。半日ずーっとサングラスしてましたよ、私。珍しく。いや、いいことじゃないですか。バーベキューがあったんですよ。バーベキューに呼ばれて行ったんですよ、バーベキューって言ったらさすがにバーベキューだったらサングラスしてもまあいいだろう、許されるだろうっていうことで行ったんですよ、そして私以外にもサングラスの人に2人か3人ぐらいいてくれたんで、もう全然かき消されてたというか、昼の11時から3時ぐらいまでずっとサングラスかけ放題で、私服の時を過ごしましたね。ああ、そうなんだ。で、一応、私のテーブル来る人に、必ず、申し訳ないです。ちょっとサングラス褒めていただいて、もらっていいですかねって言って、で、皆さん一通り褒めてくれたんですけど、なんと、そのうちの人、で、皆さんね、若い方なんですよ。20代、30代の方中心の方がいるバーベキューだったんですけど、あっちのテーブルで、みんな話題になってましたよ、つって。山崎さん、サングラスかっこいい、つって。え、本当に？そう。あ、すごいじゃないですか。多分、リップサービスもありますよ、もちろん。私、年上だし。いや、それは、リップサービスだったとしても、いいリップサービスができるっていう友達。はいはい。これだけでも幸運ですよ。確かに。だって、その、リップサービスの種類が違いますもんね、やっぱその人。素晴らしいと思いますね。いや、ありがたかったですよ。だって、それが言われるためにサングラスかけてるようなもんじゃないですか。そうです、そうです、そうです。そうですよ。眩しくないんだもんだって。そう。その日も全然眩しくないの。ちゃんと日よけもついてて。途中雨一回降られたかな。全然そこまで晴れてないし。だからもう目的はもうただかっこいいと思われたいって。それ、その一心ですよ。もう、このウェイファーラーですか、これは。ね、ウェイファーラーも随分クラシックで、僕もちょっとウェイファーラー久しぶりに持ってくればよかったな、じゃあ。取りに行ってこうかな、今。いやいや、それめんどくさいな。これ、ウェイファーラーの、割と最近のやつ最近。いや、これは、ちょっと見せてください。僕ね、ウェイファーラーマニアなんですよ。ウェイファーラー6本持ってるんですよ。いいですね。
あ、はいはい。ニューキマル、うん、アジア人向けのやつですか。なるほどね。あ、はい。でも偏光レンズだけど、それなりに光ってんですけど、本当はもっと光るのか。うん。うん、でアジア人向けのやつも、そのさらに最新型のやつっていうのは、ここまで斜めになってないんですよ。うん、あ、そっちの方がいいな。そっちの方がいいな。そうなんだ。で、ウェーファーラーのかっこよさってここじゃないですか。この斜めな感じじゃないですか。あ、うん、あ、合わないですよね、日本人にあんまり。合わないけど、でもまあ、ウェーファーラー、せっかくウェーファーラーだから、それの方が、ザ・ウェーファーラーだし。そうか。いちいちここ当たる人いるんですよ、やっぱり。笑うたんびにガランってメガネが上がる人。あ、いや、私そうなりますよ、多分。え、なんないでしょ、あんまり。ほら。なる？あ、そう。なっちゃう。そうなんだ。うん、僕はね、あれ持ってるんですよ。ブルース・ブラザーズの。あのままね。ウェーファーラー。あのまま、あの時代のやつ。あの時代のやつって、80年代のウェーファーラーって日本製なんですよ。え、メイド・イン・ジャパンなの。今、イタリーじゃないですか。はいはい。そう。そうなんですよ。そうなんだ。うん。だメガネって、あの時ってやっぱり、うん、ほら、ものすごく円安だったでしょ、うん、だから世界中が日本の工場に依頼してたんですよ。だから日本の高度成長を支えた、理由にもなるんですけど、うん、もう世界中が日本で作る。だから逆に日本製の、うん、ウェーファーラーやだけじゃなくて、日本製の、うん、もう海外ブランドたくさんあったんですよ。メイドインジャパン。うん、そうなんだ。そう、バックトゥーザフューチャーの中でも、このカメラはなんだ、メイドインジャパンか、じゃあ大したことねえな、なんて。いやいや、今メイドインジャパンすごいんだよって言ってマーティーが言う。ありましたね、ありましたね、うん。あれはそういう、その時代背景があっての、トークなんですけど、そう、あの時代っていうのはメイドインジャパンっていうメガネ、もう未だに丈夫なんですよ、やっぱり。絶対ここがね、もう開いてこない。あ、そう、緩んでこないの。80年代のやつですよ。もう丈夫だし、すごい。そうなんだ。うん。それすごいな。そう。で、この間、オリバー・ピープルズのメガネが、はいはい、メイド・イン・ジャパンだったんですよ、今まで。はい。それが、4年ぐらい前かな、イタリーに変わったんですよ。え？そうなんだ。え、オリバー・ピープルって福井の会社じゃないんですか？ね。福井で作ってたでしょ？はい、はい。そう。いや、アメリカの会社ですよ。アメリカの会社が福井に作らせてたんですよ。あ、そうだったんだ。そうだ。え、なんで変わっちゃったんですか？まあ、要は、その、ライセンス契約が切れたとか、そういう理由なのかもしれない。今回に関してはね。うん。だから、いずれにせよ、その、オリバー・ピープルズの、メイン工場はイタリアに持ってったわけで、うん、そう、イタリア製のオリバー・ピープルズっていうものと、あと、若干残ってるメイド・イン・ジャパンっていうの二つあって、二つとも僕持ってるんですけど、うん、全然作り違います。プラスティックも違い、磨きも違うし、全然日本製の方がいいんですよ。あ、そうなんだ。そう。まあ、イメージ的にイタリアのってなんか雑っぽいイメージ。雑でしょ。そうなんですよ。ちょっとしなるというか柔らかいんですよ。へー。ところがこのオリバー・ピープルズを作ってたサバエの工場が、うん、福井のサバエの工場が、はい、じゃあ今度その代わりにオリバー・ピープルズのが撤退したから何作ったかって、アイバンなんです。あ、そうなんですか。そうなんです、そうなんです。へー。うん、で、オリバー・ピープルズで出してたシェルドレイクっていう定番のその形、うん、ボスリントン型のセルのレームのやつね、うん。その形のやつを継続してアイバンでも出してるんですよね。あ、ウェブって、ウェブって名前でね、出してるんですよ。これぜひ見て、見てください。え、オリバー・ピープルのと同じデザインのものをアイバンで。それを若干デザイン変更。まあ、変えないといけない。これがね、いや、変えた方がいいんです。変えた方が日本人に合うんですよ。だから、そのウェブに、もう僕も、シェルドレイクのやつももう何本も持ってて、うん、それはもう、妻にあげて、うんうんうん、で、もう一回買い直してます。アイバン製の。ウェブにして、そう。で、ウェブの大中小っていう3つの種類持ってます。で、見たいな。うん。今度見せてください。はい、ぜひぜひ。とかこの後見せてください。あ、ぜひぜひ。はい、もしよかったら。うん。そうなんだ。そうなんでございます。そう、そんな感じで、ね、私服の時間を過ごさせて。いや、私服ですわ、それは。うん。皆さん、サングラスなんかのトーク、全然興味ないかもしれませんけど。あ、確かに、あんまり、ピンと来てる方はいませんでしたね。いや、もう僕ね、サングラス、すごい好きなんですよ。うん。メガネ系がね、はいはいはい、特に好きで。昨日も健康診断行ってきてね、視力がまた落ちたってね、やっぱメガネ好きはね、よし、やった、また落ちたって。なんか嬉しいんですよ。確かに、うん、私一回視力戻ったことあって。あ、残念。で、車の免許が私、車の免許がメガネありだったんですよ。眼鏡ありだったんですよ、はいはいはい。で、免許更新したら、はい、なんか視力戻ってて、うん、
いや、メガネいりませんってなっちゃって。え、いらないやん。そうそうそう。って思ってて。いや、そうなんです。で、結構、ああ、そうなんだと思って、残念だったんですけど、うん、この前また健康診断行ったら、かなり悪くなってて、よっしゃーってなりましたけど。そうなんですよ。いや、皆さん、だから何が残念で何がよっしゃーなのかっていうと、例えばね、メガネかけるときに後ろめたい気があるんですよね。メガネをしなきゃいけない状況でしてるんじゃないんですよ。メガネかけたいって願望が先に行っちゃってるんですよ。だから、メガネもですか。ね、だから、そう。要は、かけたい願望があるもんだから、メガネが悪くなればなるほど、そのなんかこう、本当はメガネかけたいだけなんだよなっていうのが先行しすぎちゃって、後ろめたい気持ちが生まれるからなんですよね。なるほどね。もう、メガネが悪くなればなるほど、言い訳が生まれるっていう。いや、確かに今ね、サングラスの体で話してましたけど、確かにメガネもそうなのかもしれないな。え、そうでしょ？いや、そうですよ。うん。もうでも、確かに、もうずっとここ何年かメガネかけてるんで、もうメガネがないと気持ち悪くなっちゃってるかもしれないです。あ、そういった意味では。だ僕もだからね、メガネをかけてる時よりも、メガネかけてない時に、いろいろ種まくんです。メガネかけてない時に、あー、メガネない。あー、これメガネないから見えねえやって、これ、種まくんですよ。それ種まけばまくほど、メガネかけてる時に、あ、よかったって、こう、なんていうの？なるほどね。ね。周りの人が普通に自然に。やってくれるじゃないですか。だからもう、全然あれですよ。目、あれ、見えてるんですよ。見えてるんだけど。ああ、見えない。ああ、メガネがないから眩しいとかさ、言ってるわけですよ。メガネかけてないと。だからある意味、今日メガネかけてこなかった理由は、もちろん、山崎さんに馬鹿にされるとかそういう理由もあるんだけど、あ、なんかメガネかけてない、あ、本当はメガネめんどくせえんだ。とかね。あ、でもメガネめんどくさい方が大人に見えるでしょ？そうですね。そうです。確かに。かっこいいでしょ？そう。あ、ホッタがメガネかけないで来てるっていう、なんかさ。ああ。なんか大人っぽく見えるでしょ。なるほどね。うん。そうなんだ。今日ほら、なんかラフなスタイルでしょ。ああ、そうです。時計もほら、時計も、ブレスのサブマリーナですよ。だから、あ、もう時計も全然意識しないで、もう別にいい時計つけようとしてないんだっていうね。なんかこう、おしゃれ気取ってないんだ、みたいな。なるほどね。私先生の中ではね。ただめちゃくちゃおしゃれですけど、時計。いやいや、だから僕の中では、革ベルトがおしゃれです。なるほど、ね。革ベルトの時計が一番やっぱり一流というか、いけてる時計なんで、今日はちょっとラフな感じで。なるほどね。ね、サングラスも外して、山崎さんに、あ、なんか、IQ 高そうって、なんか、今日掘ったなんか頭良さそう。逆にね、そうそう。本当は革ベルトの時計の方が頭良さそうに見えんのに。あ、そうなんですよ。そうなんです。あ、今日はなんか、普段着で来たんだ。で、普段着がまた、そう。そうか、そうか。ね。そういうこと。逆転の発想ですよ。なるほどね、うん。あんだけサングラス好きなのにサングラスかけてないからなんか頭良さそうとか。そこまで行っちゃってるわけですよ。もう僕ら、まあ、僕らレベルが。全部性格とかバレてるんですよ。いや私にはやっても意味ないですけどね。いや、違いますよ。山崎さんは、もうだから僕の性格分かってるから、ね。だから逆に外してきたんですよ。なるほどね。うん。あ、そういうことか。外すところまでは分かってないんですよ。なるほど。さすがの。だから他の人のところは、もっと下だから僕つけてくるんですよ。初対面の人だったらつけてくるんですけど、山崎さんだから外してきたんですよ。もうでもこの話しちゃった山崎さんにはもう次つけてくるしかないんですよ。そうですよね。そうなんです。あ、また同じことやってるってなりますもんね。なります、なります。そうなんです。ああ、大変だな。いや、もう本当に。人と付き合うのって大変だな。髪の毛もね、薄くなってくるしね。大変ですよ。そっか。はい、で、今日は何の話ですか？いや、だいぶもう14分、結構話しましたけどね。サングラスと。サングラス界でいいんじゃないですか？メガネ界か。あ、メガネ。うん。でもメガネ、やっぱりさ、憧れるっていうのは、やっぱこれも一重にね、目がいいからなんですよ。生まれつき、二人とも。よかったですね、ずっと。そう。で、メガネをずーっとかけないといけない状況にいる人っていうのは、もうメガネ逆にあんまりね、こだわってないのね。コンタクトにしたかった。だからもういい加減メガネ外したいとか、もうメガネがもう本当に嫌でたまらないって、コンプレックスだから、だから、本当に目が悪い人って、メガネそこまで持ってないし、いいメガネしてないんですよ。
あ、そう、レーシックしますよね。レーシックしてそうですよ、ね。そうそうそう。うん。僕らがレーシック僕らがレーシックしたら、どうなんですか、これ。なんか、罰が当たったんじゃないかなっていう。そうです。せっかく悪くなったよね、うん、目が。で、和崎さんから見たら、もし僕がレーシックしたら、すんごい頭良く見える。めっちゃ見えますね。めちゃくちゃインテリに見えますね。すごっつって。そうですね。本物っていうか、うん。そうですね。そうなんですよ。ああ、うん。その時は本気で尊敬するかもしれないです。そうでしょ、はい。うん。そっか。そうなんですよ。ああ。全然関係ない。サトシンレーシックしてますよ。同級生。しかも、あ、そうなんだ。彼がやってレーシックって、な、うんとかレーシックって言って、うん、米軍の兵士がやってるやつと同じやつになってて、めっちゃ、まあ、値段も高いんですけど、うん、精度がいいっていうか、うん、ずっと長持ちするみたいな、うん、すごい高いやつやったんで。あれ彼はもう昔から目悪かった悪かったです。あ、そうなんだ。彼ね、中学の時はメガネしてたな。あ、途中からコンタクト。あ、確かに。そう。あ、見たことある。そう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 。うん、あんまりメガネの印象ない。確かに確かに。だから彼は本物なんですよ。本物。いや、だからレーシック。そうそうそう。確かに。だから一生懸命メガネ外してましたもんね。そうそうそう。うん。で、実際、彼、メガネない方がかっこいいですよ。似合う。確かに確かに。そうそうそう。でも、メガネ好きの僕から言わせると、うん、いや、もうせっかくだから、うん、そういう似合うメガネをね、うん、探してあげたいな。なるほどね。うん、なるほどね。そう。確かに確かに。そういうところあるかもしれない。多分僕ね、関東で一番1年間でメガネを買う量多いんじゃないかな。そうなんです。多分多いと思いますよ。あ、本当ですか、うん、だってもう3軒ぐらい僕常連のメガネ屋さんありますね。普通1軒ですからね。そう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 。そうなんだ。うん。1軒もないかな、私。僕、でもあります、ね。合計私3本しか持ってないから。いやいやいや、あるでしょ。いや、違う、2本だ、メガネは。え、嘘でしょ。いや、ほんとです、ほんとです。こんなにメガネ好きなのに。はい。メガネ2本です。かっこいいね。アイバンで1本。うんうん、あと、なんだっけ。太いやつなんですか。はいはい。ちょっとなんつったっけ。クレイドル。うん。で、1本。2本しか持ってないやつ、うん。そうなんだ。はい。へぇー、ちょっとウェーファーラー。ウェーファー、あ、まあサングラス入れると、うん、あとはウェーファーラーと、あとはアイバンの薄いサングラス。なるほどね。もう今回メガネの話して皆さんね、興味のない方がたくさんいらっしゃる。まあ興味がないんで皆さんがっかりさせついでにね、うん、もうこれね、このメガネだけ押さえといた方がいいよっていうのを最後にちょっと、ね、はいはい、せっかくだからここまで残ってる人ってある程度メガネに興味がある方がいらっしゃる。あ、そうかそうか。もしかしたら。そうです、ね。うん。だ、一番はやっぱりこのウェーファーラーはまず定番中の定番でね、ぜひね、一、うん、本、うん。そう。レイバンのね。レイバンのウェーファーラー、はい。ウェーファーラーっぽいやつじゃダメですよ、皆さん。ああ。やっぱ、レイバンのウェーファーラー、うん。逆に言うと、レイバンというブランドが先行して、レイバンの違うやつっていうよりも、もう、レイバンはウェーファーラーのブランドだと思ってください。まあ、もちろんね、もっと言うと、キャッツアイとか、うん、有名な方って、ヴィンテージモデルありますけど、もう今、ウェーファーラーだよね、十分か。でも、レンズ変えちゃった時点でもう、じゃあ、ウェーファーラーじゃないですね。で本当はね、ウェーファーラーってガラスなんですよ。ああ、そう。ガラスのメガネのウェーファーラー、うん、これ重要なところで、うん、光るからね。じゃなくて。光らない。普通に。光らないんですか？光らないかな。プラスチックじゃなくて、もうガラスのウェーファーラーがこれが本当に基本なんですよ。へぇ、特に濃いでしょあれ。はいはいはい。ね。そうなんです。あ、そうなんだ。そうなんです。僕がウェーファーラーハマったのも山崎さんきっかけですけどね。そもそも最初。あ、うん、そう、山崎さんがうちに来た時に玄関のところに置いたウェーファーラーがものすごいね、かっこよくて、で、そんで影響されて買った僕が、ウェーファーラーを仕事場に置いといたら、うん、浜田君ってね、うん、同僚が、ホッタさん、ウェーファーラー僕も買っていいですかつって、おー、かっこいいよね、これって言ったら、なんか置いてある佇まいがすごくいいメガネって、うまい表現するんですよ。だから僕ね、山崎さんが、ちょっとこう、玄関に置いといたウェーファーラーを見て欲しくなった。ね、置いてある佇まいが物として魅力的なんですよ。で、それは一重にこのウェーファーラーのガラス製のレンズの質感。うん。それとあとやっぱり置いてあるデザインです。これがやっぱりすごく魅力的なメガネだなって。なるほど。
あとやっぱりかけてる時のさりげない感じ、横向いた時のこのメガネのこれ、ちょっとこう斜めになってる感じとかね、うん、それもまた素敵かなと思います、ね、うん、これがあの僕のおすすめの3つのうちの1つですから、はいはいはい、だいぶ時間使っちゃったの、うん、他には、あとね、サーモントブローって言ってね、上だけフレームがついて下がこう、メタルになっているやつ、 あれはね1個ね、そう、本当はね、気に入ったサーモントブローはあった方がいい。サーモントブローってどういう意味かっていうと、サーモントと、これはね、サーモントブローっていうのは、ブロー、眉毛ですよね。うん、それを隠している。うん、つまり、女の人の眼鏡ですよ、もともとは。まだ化粧をしてない朝のタイミングで、例えばちょろっと、ゴミを出しに行く、パジャマ姿にちょっとカーデガン羽織って、うん、出ていくって言った時に、眉毛描いてないって言った時に、恥ずかしいじゃないですか、顔。だからその眼鏡かけとけば、そう、メガネ、あ、眉毛が薄いのを隠せるってわけですよ。化粧してない自分を隠せるっていうメガネで、サーモントブローって言って、1950年代から60年代の女性の人に愛された形なんです。で、そのメガネをかっこよくつけてるのはね、JFK 映画、JFK のケビン・コスナーがものすごいかっこよくつけてて、これはね、シェロンというアメリカのヴィンテージメーカーで、昔のね、アメリカのサーモントブローが有名なメーカーがあるんですけど、うんうん、そう、そこが出してるやつをケビン・コスナーがかっこよくし かけてるわけですよ。で、これをかっこいいと思って僕真似して買ったと。うんうん、そしたらやっぱり外国人って顔の横幅が狭いから、うんうんうん、だからある程度のメガネが横が広く見えてかっこいいんですけど、僕がかけるとね、中央によって見えちゃうんですよ。ああ、そうだ。それなんで、サーモントブロー、これじゃダメだ、ああ、これもダメだった、あれもダメだった、つってね。もう、店頭にあるって試しでかけるんだけどね、家持って帰るとダメ、まるで山野草を引き抜いて美しいって、山で咲いてる時は美しかったのに、なんでテレビ台の上に置いておくと、あの山で咲いてる時のように美しく見えないのかなっていうぐらいに、家持って帰ってくるとかっこよくないんですよね、サングラスとメガネはね。なかなか難しかったですね。ようやく一個サーモントブローを僕見つけたんですけど、ね。あ、そうなんですか。うん。どこのメーカー？あれどこだったかな、あれ、オリバーピープルズだったかな、それは。そう、それのサーモントブローっていうやつが一個。うん。ですね。もう一つ最後。あ、最後。はい。これね、一番重要かな。おぉ。やっぱり、セルフレームのメガネ。セルフレームって何ですか？セルフレームって、まあ、ウェリントン型のこの、プラスチック製のやつ。あ、うん、のメガネ、これすごい重要なんですよ。そんな中でもおすすめ？いやー、おすすめはやっぱりさっき言ったアイバンのウェブ。これね、日本人の顔にものすごく合うようにデザインされてて。サイズ難しいですけどね。だからそこを僕は自分で、クリアレンズにするか、サングラスレンズにするか。自分でこう付け替えたりとかするんですけど、そのうち付け替えるのめんどくさいっつんで、同じ形を2本ぐらい持ったりとかしてるんですけど、そう、あれはサングラスでもいけるし、で、ちっちゃいウェブ、これまたおしゃ、知的でおしゃれなんですよ。ジョニー・デップみたいな感じで、デザイン的には。先生がしてる見たことあるかもしれない。そうそう。あれはちっちゃいやつ。で、ちっちゃい時はサングラスにするときは薄めの色にした方がいいです。ちっちゃい時は。で、大きくするときは割と濃いめでもいいです。だから濃いサングラスがダサく見えるのはメガネがちっちゃいんですよ。顔に対して。そう。だから濃いレンズ入れるときは顔に対してある程度の大きいメガネをかけた方がいいですよ、皆さん。そうなんだ。はい。ということで。めちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございます。今日もありがとうございます。はい。ということで、皆さん、チャンネル登録と高評価ボタン、もしよろしかったら、コメント欄よろしくお願いいたしますね。では、おやすみなさい。おやすみなさい。